ようございます、高明です。今日は九州ロングドライブの2日目の朝です。1日目は僕の地元岡山県から九州の福岡県までの様子をお届けしたんですが、2日目の今日はですね、今いる福岡県の北の方から北九州の平尾台、そして大分県の国東半島などを走って温泉で有名な別府を紹介していこうと思っています。そして今日は最終的には大分の南の方にあるキャンプ場まで走っていってキャンプをする予定です。今日はいろいろと中身の濃い一日になりそうです。そして僕が今いるこの場所から、近くにですね、若松屋さんっていうおでんが美味しいお店があるそうなので、まずはそのおでんを食べてから走っていこうかなと思います。それじゃあ朝ごはんを兼ねて若松屋さんに行ってきます。さあ今日は Z を駐車場に停めて少し歩いて行こうと思います。はい、こちら買ってきました、若松屋さんのおでん弁当です。好きなおでん種を4種類選ぶことができて550円でした。結構安いですね。いただきます。ぼっけうめえ、これご飯もちょうどいい炊き加減でうまい。これは絶品ですね。ごちそうさまでした。このおでん弁当はほんまにうまいっす。さあ2日目の朝も張り切っていきましょう。安全運転でね。ニュートラルでした大丈夫かおい。2日目の今日は関門海峡大橋と海を見ながらのスタートですね。非常にいいスタートが切れました。今日もいい一日になりそうです。それではまずは北九州の平尾台っていうカルスト台地かな、気持ちの良さそうなワインディングロードがありますので、まずはそこを目指して走っていきましょう。県道28号線平尾台へ続く道を走っています。非常にカーブが連続している道で、見えますかね、カーブナンバーを示す標識もあります。今カーブ15を曲がっていきます。上り勾配ついていますね。2速に落としてヘアピンカーブを駆け上がっていきます。道幅がやや狭いですが、そうですね、タイトなワインディングとでも表現しますかね、ちょっとかっこいいですかねタイトなワインディングを Z で走っていきます。こちら平尾台の駐車場です。気持ちいいですね。標高が少し高いのか涼しい風が吹いてます。平尾台走っていきましょう。豪快に下っていきますね。うわすげえな、これ登ってきた道とは全然違って、風景がぶわーっと目の前に広がっているような感じです。カルスト台地も相まって本当に綺麗ですね。あのゴツゴツした岩見えますかね、あれがカルスト台地の特徴的な風景です。さらにカーブを下っていきます。それでですね、この近くにですね、デイダラボッチの座る椅子、なんかすっげーでっけー椅子がある場所があるらしくて、そちらに向かってみたいと思います。だいぶなんて言うんでしょうね、壮大な風景の中を走っているんですけれども、
この近くにでかい椅子があるらしいんですが、あるんでしょうか。何気に景色が良くって、そうですね、椅子というよりこの景色に今見とれていますね。あったあった、でっけー、ちっちゃく映っちゃうかもしれないけど、あれうわ、でっけ。やってきました、大きな椅子のある場所です。でっけー、面白いなこれ。うわ、美術作品ですね。近くで見に行ってみましょう。この大きい椅子登ることもできるみたいなんで、ちょっと登ってみましょうかね。ちっちゃい椅子がある。あ、壊れてんじゃん。自然に壊れたのかな。景色がいいよ。でも一人っていうのがもったいないね。なんか誰かとシェアしたい感じだね。ということで、あの動画をご覧の皆さん、シェアされてください。さあ降りていきましょう。これ結構危ないんで、あの地震というか、死んでも死ぬのが嫌な人はあんま登らん方がいいかもしれないですね。本当に面白い場所でしたね。教えていただきありがとうございました。これは教えてもらわないと来れなかったと思います。九州の皆様、いいところありましたらどんどん教えてください。九州のいいところを全国の人に広めていこうぜっていう感じでね。いいところありましたら教えてください。全部いけるかは分かんないですけど、参考にさせていただきます。国道10号線、今福岡県から大分県に入っていきます。よっしゃ、大分県に上陸です。今調子がいいのでこのまま走っていって国東半島走っていこうかな。あー、歓迎ムードですね。ようこそ大分へ。で、温泉のマークがある。さすが大分。あ、どうも高木です、よろしくお願いします。現在は国道213号線国東半島を走っています。海が見えてきました。うわ、でけんだけど、ぼっけでけんだけど、あ、すいません、取り乱しましたね。急に海が見えたんですけど、あまりの海の大きさに少々取り乱してしまいました。少し海の方を見に行きましょう。ここはめっちゃ夕日が綺麗で、恋かなロードにもなっているそうです。あ、確かにあまり見たことないような砂浜の形ですよね。ここに夕日が沈んだらめっちゃ綺麗そうです。こちらの213号線、恋かなロードとのことですが、皆さん恋してますか？唐突か。大分県の国東半島恋かなロード、ガンガン走っていきましょう。なかなか洒落たネーミングだと思いますね。夕日が綺麗なところで恋が叶う道、いいですね。先生、一緒に行く人がいない場合はどうしたらいいですか？悲しい。はい、道の駅国見で少し休憩します。なんかつまめるようなものがあったら買ってきます。
今道の駅で美味しそうなあのロールケーキを買ってきました。キツキチャロールって書いてます。この辺の地名なんですかね、キツキっていうのは。そして開かないです。あの丈夫ですねなんでめちゃめちゃ頑丈な袋でできてるやんこれ。おうおう、はい、キツキチャロールです。この部分はあの後でいただきます。思ったよりでかくて嬉しいです。んで、うん、キツキ市の松山堂っていうところが作ってるみたいですね。そしてこちらのモンスター、これはですね、昨日の夜福岡のトライアルっていうスーパーでですね、スカイラインの方と交流がありまして、これをいただきました。これはありがたいですね。ちょっと今日はまだまだなんかキャンプもする予定なんで、これでケーキ漬けにこぼれた最悪やさあのんびりしておりますが、今こちらですね、国東半島のこの辺りに来ております。ここからはですね、海沿いを走るんじゃなくて、この真ん中を突っ切っていくような形で別府を目指していこうと思っています。現在時刻は14時です。こちらの木はこの辺にあるキャンプ場まで行こうと思ってるんですが、正直ですね、かなり距離が離れておりまして、予定通り行くか どうか微妙なんですけど、急ぎ目で走っていこうと思っています。雨足も強くなってきてんな。晴れたり雨が降ったり、でも雨が降るのはしょうがない、梅雨だし。いつもなら休憩ばっかりして寝てばっかりいる僕なんですけど、さっきモンスターを飲んだんで、これで頑張って走っていけそうです。別府を目指して走っていきます。だいぶカーブがきつくなってきましたね。大分県民の皆さん、これはどういう意味なんでしょうか。事故を起こすと家中がすっちゃがちゃんで教えてください。はい、今別府の近くまで来ました。天気は雨が降ったり止んだり、今は晴れ間が見えていますね。そんな天気です。別府湾サービスエリアからの展望がすごいいいと聞いたので、今から別府湾サービスエリアを目指していこうと思います。今回の旅で初めての有料道路かな。いつも心に安全運転の気持ち、急がない、焦らない、車の通過を待ちましょう、安全に安全にと。よっしゃ、この肘バイパスを走って九州道に合流、その後別府湾サービスエリアを目指していきます。さあここもガンガン、さあ次は大分福岡方面、湯布院別府とありますね。右の方を進んでいきましょう。うわ景色やばくないですかこれ。あーあかんか、景色見とれとってあかんで、おい大分大分、うわめちゃくちゃ綺麗じゃが、景色見とれてスピードがだいぶ落ちたで、うわほっけ綺麗じゃが。別府方面ですあのナビのつもりですよ。ああこっちやね、こっちこっちこっち、もう自分でナビの声を出してるんですよ、ナビねえから。別府湾サービスエリアにピットインです。それじゃ別府湾サービスエリアからの景色を見に行きましょう。こちら別府湾サービスエリアからの景色です。別府の街も見えますし、別府湾も見えます。パノラマビューの景色ですね。
山も綺麗、海も綺麗、街並みも見える、ものすごい景色がいいところです。なんであんなに山が綺麗なんでしょうね。はい、別府湾サービスエリアからの綺麗な景色をお届けしました。さあ、これからなんですけれども、大分の別府といえば有名な地獄巡りっていうのがあるんですね。地獄巡りっていうのはなんか、ものすごい温泉巡りって感じですかね。そこに行ってみたいと思います。こちらのサービスエリアはスマートインターになってますから、ここで降りることができますね。はい、あ、見えてますね。海地獄、地獄巡り。ここを左折かな、合ってるかなって思ったんですけど、交差点が海地獄になってるよ。どんな感じでしょうね、行ってみましょう。とチケット400円です。全部回れるチケットは2000円です。スイレンの葉っぱですかね。動画では伝わらないですけども、硫黄の匂いがしてますね。うわ、迫力がすげえ。うわ、綺麗だな。はい、海地獄に行ってきました。青色の温泉といいますか、地獄がありましたけれども、結構楽しめる場所ですね。お土産屋さんもあるし、スイレンの池もあるし、綺麗なところです。さあ、せっかく大分の別府温泉どころに来ているということで、これから温泉に入っていこうと思います。風呂に入りたいだけなんですけど。じゃあ温泉に行きましょう。さっきの海地獄を出発してものの数分なんですけど、ここに花の湯っていう看板が出てますね。この先左折して500メーターで温泉があるみたいなんで、そこに行ってみます。花の湯さんですね。なんか野菜とか育てるあれじゃないの、これ。温泉、すげえ変わってますね。完全個室の温泉っていうことですね。温泉は温室の中ですって言われて、やっぱりここ温室なんですね。それじゃあ入っていきます。一人だからこうして撮影できるんですが、僕はモザイクをかける編集能力がありませんので、無修正になりますので、それは法律が許しませんので、とりあえずさっぱりしてきます。はい、日だまり温泉花の湯さんで温泉に入ってきました。なんか変わってて面白い温泉でしたね。個室とは思わなかったな。さあ、これからですね、キャンプ場の方を目指していきます。前が絵画のようですよ。ねえ、だってほら、すっごい綺麗じゃん、これ。うわー、もうこれだけで高速に乗った価値があったような気がしますね。だいぶ日が傾いてきましたけど、綺麗な時間帯ですね。
キャンプ場まではあと少しというところなんですが、キャンプ場に着くと同時に日没を迎えることになりそうです。はい、キャンプ場の近くまでやってきました。なんとか日が暮れるまでにはキャンプ場の近くに来ることができましたが、この辺り虫の鳴き声心地いいですね。今日は車中泊にしようかな。僕が行こうとしてたキャンプ場の近くにトトロのバス停っていうのがあるので来てみました。なんだかトトロがすごく優しく見守ってくれてるような、そんな気分になりますね。いいところですね。そうだな、どうしようかな。はい、ということでとある駐車場にやってきました。今日はここをキャンプ地とします。この言葉いいですね。これまでなんか冗談めいて僕は使ってきたんですけど、いざマジの状態になるといい言葉です。ここをキャンプ地とする、これでいいんだっていう力強い言葉だなと今日思いました。本当はですね、キャンプをして今日道の駅で買ったタコ飯の素とか、あとコテッチャンですね、これは多分加熱してあるやつなんで、まあこのまま食べようと思うんですけど、あとビールね、まあこういうこともあるってことで、まあいいんじゃないでしょうか。よくねえよな全然よくねえよ。乾杯。そして明日は宮崎の方へさらに南下していく予定です。まあそうですね、明日はどうしようかな。なんか普通に寝たいですね。車中泊とかじゃなくて、まあいろいろ考えて楽しい旅にしていきます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日は楽しいキャンプです。